皆さんこんにちは、渡りくりフィッシュです。今回はプレイステーション2のゲーム天下人信長編の続きをプレイしていきたいと思います。第2章稲葉山城の戦いになります。では早速始めていきましょう。まず合戦の準備に入ります。前回の桶狭間合戦で入手した、装備品ですね、これをちょっと付け替えていきたいかなと思います。まずは槍装備を信長ちょっと変えましょう。攻撃力が406まで上がるのでこれをつけて、あと年あたりにこの火油をちょっと持たせていきましょうかね。はい、この満腹であってるかな、満身満腹、こちらの図面に関しては、ちょっと装備が工作速度上昇ということで適用する部隊がいませんので、一旦このまま出撃という形にします。ではシナリオの方に入っていきましょう。稲葉山城。ジップである斎藤道三を倒した斎藤義達の居城。築城より300年を経て、今なお堅牢さを誇る要塞である。道三が娘である信長の妻貴重に託した書状は、この城ひいては美濃を信長に譲るというものだった。書状を手にこの城を攻める信長であったが、その堅牢な防備に苦戦は必至であると言えた。稲葉山城は天然の城取りで、なかなか攻めづろうございまする。加えて彼の地は我らが領地より遠く、兵を配することもままならぬようで。なぜ出城を気づかぬのか。築城の任を受けようという者はおらぬか。恐れながら殿、敵の牽制があまりに激しく、築城の時間を割くことができません。作業を試み申したが、その都度邪魔が入り、築城できずじまいなのでございます。3日で城を築くほどの速さでなければ。ならば3日で築いてみせ。殿、この陶器城めにお任せあれ。おお、猿か。手はずは整っております。あとは一晩もあれば。一晩じゃと。木下殿、夜迷いごとは。よい、やってみせ。下先だけのことであったなら、その下引っこ抜いてやるわ。はは。信長めが城を築いただと。昨日までは何もなかったではないか。ご自分の目でお確かめください。大方見張りが寝ぼけて夢でも。おお、城じゃ。本当に城ができておる。信長、恐ろしい男でございますな。しょ、所詮こけおどしよ。ハリボテに過ぎるわ。ならば良いのですがな。猿よ、ようやった。長良川の上流にて材料を削り、部品を作り上げ、川を下って一気に組み上げ申した。敵方はうろたえておるはずでござる。猿よ、気を抜くな。正念場はこれからぞ。はっ。皆の者、戦の準備じゃ。参るぞ。はい、では6部隊出撃できるということで、秀吉が部隊として加わっているように見えますね。さらに8スカ5、6、この秀吉の配下になる侍大将クラスの武将ですね。
信長軍5100に対して、吉達軍、斎藤吉達軍は1万1500と倍ですね。では勝利条件確認していきます。20分以内に吉達を討ち取る。敗北条件は信長が1時に、攻略の手段としては吉達を、おびき寄せて半兵衛を説得するというところですね。では部隊配置確認しておきましょう。利家が先鋒、その後、弓の長秀、重装重騎馬隊の勝家、そして信長ですね。5、6は工作隊になってます。一方、どうだろう。壊れた橋が、上にあって、こちらには、斎藤利光なんかがいるというところですね。まあ、ここは無難にやっぱり橋を直して突破していくっていうのが良さそうですかね。配置はじゃあ一旦このままにしましょう。では、出陣します。いざ出陣。さて、ではこの稲葉山城攻略戦ですね。まずは利光の守る櫓を落とせという判断になったようなので、ちょっと櫓を落としてかかりましょうか。この櫓ですね、利光の守る櫓を攻めましょう。攻略はちょっと置いておいて、秀吉と利家を先行させます。では、進めていきましょう。で、弓の長秀も、後方から攻撃に加わらせます。最終的な火力はやっぱりね、勝家、そして信長というところになると思いますので、後方に待機させつつ少しずつ進軍だけしていきます。5、6だけ、一旦本陣待機という形にしましょう。まず最初の目的地、矢倉ですけども、利光が守るところに、足軽隊が2部隊、700、700、さらに利光の槍隊800ということで、2200の兵が守ってますね。運気を取りました。まあ、ここに関して言うと、矢倉を落としたら確実に回復して、まあ、戦力をね、温存しながら、次の砦、クルワへと進んでいきたいかなと思います。さあ、では、戦闘状態になりましたね。ちょっと長秀が前に出過ぎてるので、長秀をちょっと後ろに下げます。さあ、では、敵の戦砲部隊を倒しましたので、次の矢倉利光へと向かいましょう。安藤守綱隊から弓が来ているので、この橋早々に突破して、早めに弓の脅威を取り除きたいかなと思いますね。斎藤の足軽隊混乱しているので、この混乱に乗じて一気に攻め込んでいきましょう。秀吉も矢倉に、そして、利家も矢倉へと先行させます。利光隊は信長と勝家の騎馬隊で突入していきます。そして、五六の部隊まで、もう矢倉に先行しましょう。
そして突進率が混乱状態になったので、このまま一気に、ね、壊滅させていきます。で、都市密さえ壊滅させたら、櫓を占拠して、この櫓で、一旦、兵力ですね、回復を図りましょう。さあ、では次へと向かいましょう。安藤盛綱隊に向かいます。安藤盛綱隊は弓ですね。なので、ここはですね、勝家の騎馬隊を突入させて、一気に接近戦に持ち込んで、安藤盛綱隊を壊滅させましょう。利家と秀吉の歩兵部隊も同様に占拠させます。ここは安藤盛綱隊に利家と信長が突っ込んでってますね、今ね。このまま接近戦に持ち込んで混乱させたらですね、先へと進んでいきます。次の矢倉も一気に取りたいかなと思いますね。やりたい、弓隊というところになっています。では、矢倉に侵入しました。敵も混乱している状態なので、このまま矢倉の占拠をね、先にしちゃいましょう。では、いよいよ城門を破って、稲葉山城のね、車の中へと入っていきたいと思います。運気を取りました。で、今、秀吉、そして利家あたりがですね、城門を叩いているところです。城門が突破できたらですね、次の城門へと進んでいきましょう。古録は橋をこう完成させたので、古録もね、甲状腺へと再び進めてもらいたいと思います。城門突破しましたね。敵城門を突破。そしたら、秀吉の部隊と利家の部隊は、このまま敵の足軽隊を潰しに行きましょう。勝家もね、中へと突入していきます。信長の方に匿名が使えるようなので、ちょっと信長で匿名を使いましょう。天下布武、味方の士気が60秒間最大、吉達隊の攻撃目標が信長になるということですね。ちょっと信長がじゃあ敵を引きつけるという役になるかな。敵城門を突破。さあ、信長が今この間にですね、天下布武を使って一旦敵を、まあ、特に吉達ですね、吉達をおびき寄せましょう。で、吉達が出陣出撃してきたんで、一旦信長はですね、引きましょう。で、小六も一緒に引きます。さあ、信長と吉達がぶつかりましたね。この間に秀吉はじゃあ天守へと突入させて、武田半兵衛の調略を行いたいと思います。この間に信長がね、やられたら元も子もないので一旦下げましょう。大舞台ですからね。そしてここで秀吉がですね、半兵衛を調略するというところです。では早速内容を発動させましょう。
これで、ハンデが味方になりましたね。では、最後で義達にとどめを刺しに行きます。大輪鼓舞を発動して一気に、城から出てきている義達を前後から攻撃して決着をつけましょう。もうこの時点でね、勝敗は消してますので、あとはかっこよくね、決するというだけかなと思います。黒く勝家の部隊と信長の部隊がですね、今まさに義達を前後から挟み撃ちしていると、そういう状態ですね。せっかくなので、さらにですね、落としました丹羽長秀の弓攻撃で義達に我が策で戦の本畳みかけ攻撃をしていきましょう。そして混乱している義達隊を撃破しました。はい、稲葉山城攻略戦我が波動に迷いなし。父上、遺言通りに信長様は美濃を手に入れられました。ここが始まりよ。始まり？おうよ。この戦を皮切りにわしは天下を取る。見ておれよ、マムシ殿。親父殿の見る目が節穴でなきこと、世に知らしめてみせるわ。こうして親方様の波動が始まったのです。拙者明智光秀と申す。第15代将軍足利義昭公を使者としてご上位をお伝えに参りました。この光秀もブライトさんの声のような気がしますね。いや、声優陣が非常に豪華なこのセガド天下人ですね。評価は足軽級。まあ、ただレベルは信長秀吉、そして丹羽長秀と上がりましたね。はい、武具もいくつか入手をしています。では、今回はですね、ここまでにさせていただいて、次回は姉川と出ているので姉川の合戦、姉川の戦いになるのかなと思います。では今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、またその様子をプレイしていきたいと思います。